どうも、ノクさん。お疲れ様でございます。それでは、42話をお届けしようかと思います。新悩んでいます、42話は、髪ですね。いや、男、40代、そして50代になってくると、髪の悩みってのはね、やっぱり大きく2つに分かれると思うんですよ。1つは、薄毛ですよね。この薄毛っていうのは、まあ大体ね、20代とか30代ぐらいからその兆候が出てくるらしいんですけども、白髪に関しましてはね、私の場合は、40の後半、 ににななっってて顕著になってきたんですよそれこそね月に1回ぐらい染めないと白髪がむちゃくちゃ目立つようになってきたんですねで今回も割とこの生え際とかねこの横んとこ白髪がチラチラ出てきましたんで、まあ、ちょっとそろそろいかないとなってとこですこれねもうあとね2週間ぐらいほっといたらもうブワッとね白髪が増えちゃうんですよそうなると一気に老け込んで見えますからねあちなみにね今ね横に出てる写真あるでしょこれ30代の頃の私の写真なんですよ で30代の頃って私ね、まあ、常にこういう風な、まあ、金髪を染めに行っていたわけなんですよだからこの頃から毎月毎月髪の毛にお金をかけていたんですよねまあでもこの頃ほら肺際が黒くなってるでしょ肺際が黒くなるのを嫌がっていたこの世代とは随分変わりまして肺際が白くなっているというね、まあ、そんな時代になりましたで例の会社の、まあ、後継企業からこのね 白髪改善のための何かが出るということなんですけどもこれ実は私まだ知らないんですよえそうなのかと思ってね一気に期待が高まりますけども絶対に私これ試そうかと思いますやっぱりね毎月毎月白髪を染めるのってお金もかかるんですけども結構時間もかかるんですよえというのがね普通にカットするだけだったらまあものの20分とか10分カットとかなんですよもしくは私の行きつけの床屋さんでも30分もあれば済むんですよね じゃあ残り1時間半何をするかっていうと髪を染めて色が定着するまで待たないといけないんですよこの待つ時間っていうのが何ともかんともうん言えないねもったいない時間なんですよねまあその分都会の親父さんといろいろコミュニケーションを取ったりね懐かしい昔話をしたりするんでまあ完全な無駄ではないんですけどもまあできればね2時間っていう縛りのあるこのカットと染め毛の時間を 1>, 1時間以内にできれば言うことないなと思うんですよだってね今日だって2時間まるまる空いていれば行けるんですけどもでも1時間半ぐらいしか空いてなかったらちょっと危なっかしくて行けないんですよまあ幸いねその特価屋さんまあスタッフさんは親父さんが一人と、まあ、お手伝いの奥さんが一人みたいな感じであのそんなにね繁盛する店では今となってはないんですけどもただし一人でもいたらもうね満席で待ちなんですよ だから私がこうね、よちよちって床屋さんに行っても、1人やっていたら、もうね、今日はまた明日にしますみたいな感じで、キャンセルしないといけないんですよ。まあ、そのぐらい田舎ののんびりした床屋さんなんですよね。まあでも本当にその床屋さんの話をちょっとするとね、50年ぐらい広告も出さずに、改装もせずに、ずーっとやってこられて、本当大したもんだなと思います。競合が入りにくい田舎ならではの、まあね、形だと思いますけどもね。今となってはその屋さんが その地域にある唯一のお店ってことになって、他はね、酒屋さんもスーパーも全部閉めてしまって、まあなんせね、ランニングコストのほとんどかからない床屋さんっていうのだけは残ったかなっていうところです。まあそこでね、コンスタントに月1で染めてもらってるわけなんですけども、その染める作業がなくなったら私としては非常にね、助かるんですけどもね。はい、ということでね、えー、第42話なんですけども、まあ悩んでいますけども、その悩みにもしかしたら、 染めなくててももいいよーっていよっうのは突破口が引けるかもしれませんしかし私が思うのはねちょっとここで待てようと思うわけですよだいたい私のカットと染めの料金って4500円で丸々やってもらえるんですよ安いでしょ、うん、<laughs> でも月に1回何がしかの白髪対策にそれ以上かかるとなるとコスト的にだんだんね合わなくなってくるなっていう風な気はするんですよまあでも自前の髪の毛がね 白いところがなくていつまでも黒いっていうのには変えられないかなというところでございます。うーん、悩んじゃうな。というふうな形でございました。それではまた若い頃の私の写真とともにグッバイ。失礼します。お疲れ様です。